獅子舞をね作っていきたいと思います。きゅうりをですね巻いていきます。で適当でいいです、適当で、最初は適当でいいです。新鮮なきゅうりはくっつくのでね、なるべく新鮮なきゅうりを使ってください。もう一度握ります。高いところだけを使います。これが芽になります。そしてアイラインを作る感じでですね、で瞳です。瞳と鼻と2つずつあるので4つに折って一緒に切ります。最初はちょっと大きめにして、そこから小さくしていきます。こんな感じですね。次、眉毛です。はい、ではひょっとこを作っていきます。おにぎりのですねこのところをつまんで口を作ります。この紙なんですが、さつまいも使います。ふかしたさつまいもを潰していきます。こう練れば練るほど扱いやすくなるので練っていきます。はい、ここまでいったら粘土のように手で握って、そしてここにつけます。これでひょっとこの出来上がりです。では次にだるまさんを作っていきたいと思います。まずこのヘタの部分は、切り落として、この上の部分もね、お顔になるところも切っておきます。これが顔になります。この下のところ2、3、4つ、エクボを作ってあげたいと思います。出来上がりです。これをね2つ作ってあげて乗せてあげてください。こんにちは、大島愛子です。岐阜県多治見市にあります東海薬局さんの薬剤師の皆様にいろんなアドバイスをですねいただいておりますので、ご紹介したいと思います。今日は後藤さんっていうね薬剤師の方のアドバイスをいただきました。この方はですね、ジュニア野菜ソムリエ、インタービューティーダイエットアドバイザーという肩書きをお持ちの方です。で、毎年お正月に太るってよく言われるんですが、お餅って太るって
って皆さん思ってらっしゃるんじゃないですかね。でもね、この後藤さん曰く、お餅は太ると思ってる方が多いけれども、実は切り餅2個とご飯1膳がほぼ同じって言うんですよ。ってカロリーがね。で、確かにお餅だけ食べると GI 値が高い食品なので太りやすいとも言えますが、酢の物や乳製品、大豆製品、食物繊維が多い食品と一緒に食べると食後の血糖値の上昇が穏やかになって太りにくくなりますという面白い回答をいただきました。で、なんかね、お餅って太るなと思ってたんですけどね。あと、お餅ってよく噛むので、噛むってこともダイエットにいいですよって後藤さんはアドバイスくださいました。でですね、自律神経を刺激して代謝促進、色白脂肪を分解する、代謝促進、内臓脂肪が燃えるそうです。心を落ち着かせ、ストレスによる過食を防ぐそうです。唾液に含まれるパロチンっていうのが、なんか成長ホルモンの一つにより、皮膚の新陳代謝が活発になり、衰えた組織の回復や老化防止にも有効だそうです。皆さん、よく噛んでお正月お餅を食べましょう。まあ、親戚とも集まれる少ない機会の一つのお正月をワイワイ食べて、笑って過ごしたいですね。後藤さん、ありがとうございました。